皆さんいかがお過ごしでしょうか。ジャズドラマーワンエクスパート、そして専属学園音楽大学客員教授の大坂正彦です。よろしくお願いいたします。今回のトピックは前回の動画の続きで、パッドでスイング、まあ、パッド練習でスイングフィールを鍛えようというシリーズの第2弾です。第2弾ということはちょい難しい、ちょっと、中級上級になってしまいますけれども、新年度新学期までまだ時間があります。続けて練習するときっとスイングフィールが、深くなるんじゃないかなと思いますけれども、まあ、その第1弾を見てるということ前提で、話を進めていきますので、サクサクいきますけれども、まずあのカラオケ、今回も同じカラオケを使ってやってみようと思ってます。まず、前回のダブルストロークに相当するところにはウィンドミル、まあ、今回はね、題してスイスでスイングって感じなんですよね。スイス系ルーディメントで、スイングフィールを深めてみたい。まあ、スイス系のルーディメントっていうのは本当にね、よく使います。ジャズドラマーにとってはすごくハンディーな、使いやすいルーディメントがたくさんあります。最初は、ウィンドミルと言われるやつ、まあ、これは要するに、フラムのついたパラディドルなんですね。まあ、正確に言うとフラムがついたリバースパラディドル、まあ、じゃあフラムパラディドルでいいんじゃないのって話なんですけども、スイス系のフラムはスピードアップがしやすいんですね。なので、ジャズのこういう練習には向いてますし、使いやすいんですね。これを例によってバウンスフィールで1イエンダ、2イエンダ、1イエンダ、2イレイドバージョン、1イエンダ、2イエンダ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 、次にリバースバージョン、1イエンダ、2イエンダ、1イエンダ、2イエンダ、1イエンダ、2イエンダ、インワードバージョン、それぞれアクセントのついたフラムのところの、あとはアクセンティドノート側がダブルになる。そして次のラグタイム風のところはダブルウィンドで、こんな感じ。トリプレット、まあ3連符なのでジャズに非常に使いやすいです。これもノーマルで、次はディレイド、でリバースはよりグルービーな、でインワード、スイングをこう前に推進させる感じのこれが入りますね。まあ、前回もこのトピックが出てますけども、これがこう強力なスイングの、接着剤になっていくんじゃないか説、まあ説ですよこれは僕の。
こうなんかこう3連符のこうグルーヴ感がずっと続きますよね。でさらに、このラグタイムセクションのところは、スイスフラム、スイスフラムトリプレットですね。もうこれはもう僕何度も何度も取り上げてるからまたかって感じがしますけれど、フレージングとかには欠かせないんですね。でこれライトハンドリード、ね、レフトハンドリード、なかなか速くならないという人はインバーティドダブルストロークちょっと練習してみてください。例えばね、これを練習するじゃないですか。あら不思議、なんかライトハンド、ライトサイドの、スイスフラムになる。反対もアラフシー、レフトサイドのレフトリードの、スイスフラム、まあ、アラフシーと言われてもというのはあるとは思うんですが、この非常に使い手があります。そして、それのリバースタイプ1 and that 2 and that 3 and that 4 and that、 それぞれの3連符の一番お尻のところにこういう風にフラムのスイスフラム、レフトサイドもこれが面白いんですよ。リバースタイプがありますね、スイスフラム。これとレフトハンドリードのスイスフラム。ね、右手はずっとこのパターン。厳密に言うとね、装飾音符なんで違うでしょって話はあるんですけども、基本は1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2、 このグループ、ね、なんでこのグループがずっとメインテン、まあキープされる。なので、最後のブルースのセクション、これのコンビネーションでいこうと。2、2、3。ね、スイッチして、また。で、スイッチ。一小節ずつ。いかがだったでしょうか。まあ、今回のこの動画だけしか見てない方、全このパート1の方を見てないとちょっとね、なんだかよくわかんないっていう人もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ、パート1の方はもうダブルストロークとかそういうもう少し普通のパラデュールとかそういうので若干簡単なので、こっちはまあ、やっぱりちょっと中上級っていう感じで難しいんですけれども、まあでもパッドで練習しますからね、いつでも練習できます。時間あります。時間ありますって、それ勝手な意見ですね。時間あるかどうか分かるわけじゃないんだからね。まあまあ、時間があったらこうパッドで練習できるというこうね。カラオケがこの後につきますので、カラオケで練習してみてください。ありがとうございました。